四代目町の駅八の町の駅八のは、青森県八の市13日町にあった町の駅。1999年10月20日にオープンした。八の商工会議所が設置、運営していた。空き店舗対策事業の一環で、八の市中心市街地の休憩スペース、総合インフォメーションセンターとして設置されていた。三代目町の駅八の絵2010年10月1日に、 13日町の三春屋隣にある村銀ビルの1.2階に移動することになった。理由としては、これまでの三日町の隣のハッチから離れた場所に移動させ、ハッチ開業後の両施設との役割を分担して、利用者の回遊性を高める狙いがあった。一点に合わせ、これまでの施設内容を設けるほか、同ビルに隣接している三春屋デパート南口前の広場、 パティオ13でもイベントを開き、一体的に賑にわいづくりを進めることとしていたが、2017年9月18日に、パティオ13同様の屋外活用機能については、ガーデンテラストの役割を考慮して営業が終了された。2017年10月1日には、チャレンジボックス機能を継続、拡充したハンドメイドレンタルスペース鉄骨社がオープンしている。ありがとうございます。